猿の惑星は20世紀フォックステレビジョン制作のアメリカのテレビドラマである。映画猿の惑星の続編として制作され、1974年に CBS で放送されたが人気は振るわず、第1シーズンのみで放送を終了した。なお、ラロシフリンが音楽に参加している。日本でも1975年5月1日から同年9月18日まで、 富士テレビ系列局で毎週木曜20時20時55分に放送。この日本語吹き替え版では、大木美代がナレーターを務めた。日本版、オープニングテーマが別途作成され、作曲は浜口倉之助が担当し、猿の声をラビット関根が吹き込んでいる。1話完結作品。舞台は映画版と同じ猿の支配する未来の地球だが、年代はオリジナルの 約10年後である3965年になっている。映画版との最大の違いは人間が不自由なく言葉を話せること、その身分が奴隷だけではないこと、生存可能な地域が旧米国領の大部分にまたがるほど広大になっていること。さらには脱走していない人間であれば旅行をすることも許されている。また、 へりだりさえすれば自由に意見を述べることも許される。人間の職人が存在する。人間が馬に乗ることは許されてはいないが、領主が目こぼしをすることもある。かつて人間が世界の支配者だった頃の文明の遺物が所々に残されており、猿社会の支配者層に人間が決して過当な存在ではないという共通認識がある。主人公はチンパンジーのゲーラン。 地球時間1988年8月19日に未知の惑星圏を飛行中のアラン、ピート、ジョーンズら3名の宇宙飛行士の登場した宇宙船が突然のタイムワープに襲われて未知の惑星へと不時着。無事だったアラン・バードンとピート・バークの2人はそこが未来の地球だと知った直後に捕らえられ処刑されかけるが唯一の理解者となったゲーランと共に逃亡。 宇宙船から回収した小型ディスクを頼みに、過去の時代へと戻る方法を探し、未来社会をあてもなく放浪する。ゴリラのウィルコー将軍と、その部下たちが主敵として登場し、一行を必要に追跡、あるいは遭遇する。日本の放送では、番組のオープニングとドラマ部分の最後に、ナレーションが入る。オープニングのナレーションでは、1988年8月19日、 と言っているが、オープニングの映像には、シップタイムオーガスト19980という表示があり、本来の設定では、1980年8月19日が正しい。オープニング映像では、車線付きゼロが使用されているため、見間違えた可能性がある。また、オープニング映像には、アースタイム順143085という表示もあり、2000年後、 というナレーションは3885年と見間違えたことによるものである可能性がある。ドラマの中では宇宙船の日付が3213085で止まっており、本来は少なくとも1000年以上の未来という設定である。日付は1974年の CBS での初回放送日。未来への脱出エスケープフロムトゥモロー決死の 大障害レースザホースレースゴリラ暗殺団を終え、ザデセプション逃亡者を空へ飛ぶアップアバーブ、ザワールド疎敗閉じ込められた、ゴリラ将軍ザトラップギョスなどりの裏に何かがトゥモローズタイドボークンザタイラント尋問で口を割れ、ザインタロゲーション薬病を退治しろ、ザキュアーゲイの決意ザセルジン地下貯蔵庫の遺産を守れ、ザレガシーメダルを取り返せ、 ザ・グラディーターズ絶対絶命ザ・リベレーターゲーランの危機、ザ・グッドシーズ、ありがとうございます。